性病から脱した私たちを待ち受けていた厳しい現実。このままではヤマトに終わらない冬がやってきてしまうのです。現状を打開するため、私たちは手がかりが眠るというクジューリの遺跡へ向かうことに。しかし、そこにマスターキーを狙うヤタナワラベたちが現れたのです。次回、歌われる者、二人の白愚、第24話。兄様の大切なものを奪わせはしないのです。